小学校低学年の君へ、サッカー楽しんでますか？サッカーは好きですか？ミスして怒られたりもすると思うんだけど、一番大事なのはミスの仕方にあると思います。チャレンジしてミスした、素晴らしいことだと思う。チャレンジしないでミスした、これは本当の失敗で、チャレンジしてミスすることは失敗じゃありません。なのでチャレンジすることを続けてください。チャレンジを続けてれば必ず成功する時が来るんで、その成功体験をどん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 増やしていくことでサッカー上手くなることができます。なのでサッカーがさらに上手くなるためには、サッカーをもっともっと好きになること、それが一番の近道です。みんなをもっともっとサッカーを好きになってね。